はい、ではやりますか。さて、ではこうか、こんな感じでやればいいのかな。見える。あ、でもいいです、いいです、なんとか見えますよ。じゃあこれでね、じゃあはい、カットお願いします。これはこう、ジョン、ですね、いいですか。もうじゃあこれでいきますよ。はい、手札どこに持ってればいいのかな。手札6枚、手札6枚、ゲージ2枚。みーちゃん見てる？よいしょ、今出てくれますかね。みーちゃん見てる？はい、 OK ですよ、いきましょう。最初はグー、じゃんけんぽい、先行、先行か、いいんじゃないかな。あー、そういう感じの先行か。まあいいか、オープンザフラッグ。なるほど。ドロー。そうか、そうか、まあでもそしたらこの辺からスタートだな。チャージ、ドロー、ふむ。だとするとここはこれ俺映ってる、ちなみにここかな。チャンネルの方では、チャンネルの方では私映ってる。映ってない、ほぼほとんど盤面しか映ってない。はい、じゃあこれでいきましょうか。はい、じゃあコール、タイムカードオメガをコールしますね。まあ、一応これも診断ですね。クロックワン発動、反国。俺カウンターないから。手札1枚を、デッキの下に戻して。助けて。上から3枚オープン。しもさん助けて。2の。カウンターできないよ。まあこれを手札に加えますよね。はい、これを手札に加えて残りは破棄します。はい。まあロストワールド捨てますよ。では、コール、タイムスカウト、ランゲをコール、さらに、バディコール、うん、はい、で今回は、今回は、1ゲージで大丈夫です。はい、韓国1枚してるんでね、1ゲージ払ってコールいたします。はい、でデッキの上2枚をソウルインしますね。はい、そしたら2枚ソウルインしたらランゲの効果で2ドロー。あの前に、ごめんなさい、間違えました、やっちゃった、危ない、ギリか、ギリか、まあまあセーフだな、3枚だからちょうど、ちょうど3枚だからセーフ。じゃあこの動きはもう確定するでやるとして、はい、こいつの効果残ってました。はい、ですね、上から3枚めくって、はい、3枚めくって、で、ですね、1枚手札に加え、まあ、これでいいかな、まあ、とりあえずちょうど先だけど、これやるの。ちょっとね、うん、今ね、不正がありました、ね、ごめんなさいね、ちょっとミスしました、早速ミスしました。で、1枚ゲージ、1枚置いとく。で、これで払って、これコールする、デッキの上2枚を入れる、あ、まだセーフで、オッケーオッケー。で、その後に、ランゲの効果で、カード2枚ドローする。2択になったな、結構迷うとこだけど。まあ、でも、どんどん行きましょう。クロノス・アルメーテ発動。デッキの上3枚をオープン。うち、あ、そういう感じ。じゃあ、まあ、これでいいや。うん、これでいいかな。まあ、いいか、これで。で1ゲージ手札に入れた手札に加え、残りはゲージに置いておきますよ。で、さらに、よいしょと、クロノス、リフトムーブメント、1ゲージ払って、上から2枚取ろう。はい。はい、まあでもこんなもんでいいんじゃないですかね、最初はね。はい。では、あ、どこ行った、どこ行った、はい、はい、はい、いた、いた。よし、じゃあアタックに入ります。いいのかな、よし。あ、そうか、こいつか、こいつはもう捨てたから、はい、え、紛らわしに置いておくと、こうしていきましょう。はい、じゃあアタックに入ります。2点、はい、で、ターン終了、どうぞ。なんかね、カメラの位置を意識するから余計手札が難しいところですね。で、現状の手札がこんな感じか、まあ、悪くはないですが、ドロー。うん、まあでも相手が子なんだったらゆっくりでもいいでしょう。アムラトール、はい、3枚めくる、どうぞ。1枚手札残りドロップ、はい、ゲージ1ライフ1払って迷宮なしのメーター、はい、どうぞ、どうぞ。コナンとなんと相当難しいな、この角度だと思った以上に。この後設置持ってきます。そうなるとですね、今ね、ドロソがないんですよね、多分ね。だからこれ今ね、いるかとか疑わしい。
さっきこれも加えちゃったしね。そしたら、まあ、してまあこれはジエンドルグラを狙った方がいいでしょ。はい、バディコール、どうぞ。1枚で、さらに、いや、これ、さっきこっちか、こっちを、これです。モリラン効果、はい、2点回復、ワンドロー、はい、探偵事務所効果、はい、1点回復、ワンドロー、ワンドロー、はい、江戸川コーナー効果、手札1枚捨てる、はい、敵から工藤新一を持ってくる、了解です。工藤新一、また手札を捨てさせられそうな勢いですね。どうなるかな。でも問題はな、あのなんかレストさせてスタンドできなくさせるあいつが怖いな。まあ、あれがあったら嫌ですね、確かに。モーリラン、はい、アンゲージワンドロー、はい、プライベートアイ、どうぞ、ワンドロー、よし、終点ワンゲージ、はい、ワンライフ、はい、ワンドロー、ワンドロー、はい、いいぞ。ハイバライ、うん、ハイバライ効果、はい、2枚捨てる、2ゲージチャージして、はい、2ドロー、はい、キック力増強手術、はい、装備1枚いる、助けて助けて、さてどう攻めてくるのかな。アタックフェーズ2、どうぞ。まずは、はい、攻撃力が全員3000上がってるぜ。3点を含んでるやつは、こいつは2000のまんま、はい、どうやっつける。ですね、タイムスカウトオメガの効果で自分のセンターのタイムドラゴンにしか攻撃できないっていう効果がついております。なるほど、はい、8000ですか。8000ですね。じゃあキック力増強修正攻撃、はい、効果発動、どうぞ。攻撃した時1枚ドローして相手に2ダメージ、ダメージ与えるのが痛いですね。しょうがないですね、ダメージ、はい、ワンドローで8000はどうでしょう。8000はまあいいでしょう。ソウルガード、はい、ソウルガード、はい、続いて、はい、5000、6000、1枚1000で攻撃、1枚1000で攻撃、まあ一応そうしたらこれ使っておきましょうか。クロック2発動ですね、はい、相手が、攻撃したときに、ゲージの手札を1枚デッキの下に送ることによって効果を発動させます。はいはい、はい、でまあ反国ですね、はい、反国使いましょうか。これは別にプレイヤーじゃなくてもいいんですよね、うん、相手がバトルしているならばだからいいですね。反国してこれで1枚下に送ります。送ったらまずワンドローします、はい、でその後相手のバトルを終了させます。効果さらに、はい、さらに、オメガの効果、今反国したんでターン中に1回反国した場合デッキの上3枚をオープン、その中の手札からカード1枚を手札に加え、うわ、そして1枚ソウルに、1枚カードのソウルに置き、ここですね、ソウルに置き、これをゲージに置きます。ランゲの効果、サイズ3のモンスターの中にソウルが入ったのでカードを2枚ドローします。1、2でどうぞ。効果、はい、手札が一気に増えました。工藤新一コール、どうぞ。いきます。じゃあ工藤新一攻撃力無限なので、じゃあここで使いましょうか。アタック前クロノスペリオ、あら、そして工藤新一とモーリランをレストさせてこのターンスタンドしない、レストできません。ソウルは、あ、そうか、レストできないか。じゃあまあいいや、このターンはじゃあ、まあいいや、2回攻撃は封じさせてもらいましょう。そしたらこれでね OK です。じゃあとりあえず無限で攻撃効果、はい、とりあえず魔法、魔法もう一回です。すごいたくさんあるんでちょっと覚えてもらわなくてしょうがないんですけど、魔法、あ、フラッグとかモンスターって言っとけばよかったな。はい、どうぞ。いいですかね、じゃあ魔法ですかね。そしたら魔法、魔法、そうですね、ここでいらんのはまあ結構悩みますけどね。まあでもこの辺でいいかな。そしたらまあいっか、あんまり良くないけど、じゃあプリか、いいっす、はい、置いときます。はい、よいしょ。あ、そういえば、いいや、忘れ、もう一回忘れ、もっと忘れてましたけど、いや、考えてみれば
ね、タイムルーラードラゴンの一つ目の効果忘れてましたけど、いいや、なしで、もう忘れちゃいましたから、どうぞ。攻撃。何度目ですか、ここしか攻撃です。じゃあ、ファイナルフェーズ。どうぞ。はい。はい。で、効果。はい。で、あ、ごめんなさい、効果。はい。まず2点回復してワンドロー。はい、どうぞ。いや、忘れてたな。忘れるな。忘れちゃいけないんだけど。じゃあ1枚セットしてください。じゃあ、これで。はい。スタートフラッグが、いやでも魔法だな。魔法ですか、了解です。フラッグです。うわ、はい、よいしょ。ターン終了で了解です。じゃあ、ターン開始時、はい、ソウルに入れます、はい、ターン開始時に入れたのでカード2枚ドローします、はい、1、2、はい、でスタンド、ドロー、踏む、いろいろとなやりづらさは残るが、チャージどうしようかな、これチャージ、チャージさえ迷うこれ、まあ、これか、チャージ&ドロー、はい、じゃあキャスト、はい、クロノス新エビタゲージ1払って、デッキから、ドラゴット、ドラゴット、タイムドラゴンを持つカード1枚を手札に加えます、これを手札に加えますね、はい、どうぞどうぞ、いいですか、うん、じゃあこれ加えておきますね、大丈夫、はい、大丈夫、うん、じゃあこのまま行きますかね、そしたらね、どうぞ、この使いました、はい、はい、別にこれやることないよな、今な、どうぞ、まあ本当これはやるけど、やっとくか、ま、やっとくか、やっとく、クロノスアルメーテ、アルメーテ、上から3枚オープン、あ、まあ一応あるに越したことはないカードが来た、あ、まあでもこれでいいんじゃないかな、そしたらこれでいいっす、でこれで2枚、でライフ2点回復、どうだこの野郎、はい、これでいいっすね、オーケーです、ね、今ですとこれ加えましたからね、はい、ではアタック入ります、どうぞ、あれ守備力いくつですか、1000、あ、じゃあまあ普通に2000ドン、プレイヤーアタック2点、残り13、はい、2回攻撃2点、残り11、はい、プレイヤーアタック1点、あ、日赤メガネ、はい、了解です、これで食らわないぜ、はい、では、ターン終了です、どうぞ、スタンド、はい、ドロチャージ、ハンド、ドロ、はい、少年探偵団、はい、逃げ地チャージします、どうぞ、ロックから、うん、コナンを持ってきます、コナン持ってきた、はい、いいですよ、はい、バライコール、はい、どうぞ、名探偵事務所効果、はい、ドン、はい、ライブエアトアイ、はい、ワンドロー、あれレスされなくなっちゃった、さてコナン効果、はい、あ、松の前モーリーラン効果、どうぞ、2点回復、はい、ワンドロー、はい、どうしようか、もう一回出して、うん、で、もう一回出して、うん、ファイバランの効果使いましたよね、使いましたかね、どうかな、まあ普通出したら使ってると思うんですけど、まだ使ってないですか、何か捨てたカードがあるなら多分使ってるはずです、いや、使ってないかも、いいですよ、じゃあ今使っていいです、大丈夫ですよ、ね、フリーなんで、まあ、フリーなんで、そうそう、フリーなんで適当です、はい、イゲージチャージ、そう、まあ言うね、あ、多分これの効果使ってこいつの効果忘れてるんだ、なるほど、まあ大丈夫ですよ、大丈夫です、どうぞどうぞ、で、もう一回、はい、もう一回コナンを出す、はい、でモーリーランの効果また発動、はい、でプライベートアイがあるとあれなんで破壊もされないんですね、確かね、そうですね、ですよね、はい、でアタックフェーズ、いや今度こそ忘れないように気をつけよう、はい、タイムドラゴンの、タイムルーラードラゴンの効果、はい、相手のカード1枚を選択して、はい、効果を無効にしてデッキの下に送りたいです、コナン、そっか、これなのか、そうですね、うん、分かんねえや、探偵が3枚あるのでとりあえずここ殴、あ、ここしか殴れない、ここしか殴れないです、8000で、8000でアタック、で効果、2ダメージ与えてワンドローしたいです、もう2ダメージは意外と痛いですよね、じゃあまあいいでしょ、はい、はい、受けます、ソウルガード、はい、よいしょ、
5000と7000じゃ届かないんだな。届いてないみたいですね。単終了。じゃあファイナルフェーズ時、はい、クロック3効果半刻、はい、手札1枚をデッキの下に送ります、はい。そしたらドロップゾーンにあるモンスター1体を選択してコールコストを支払ってコールいたします。コールするのは、ここですね。はい、ちょっと待って、デッキの一番下に戻るって効果がある限り、はい、俺のやりたいコンボは一生できないのか。まあ普通で考えるとその場合はそうなっちゃいますね。ですね、はい。まあ、なのでかなり難しいんですよ。あのコナンでタイムルーラードラゴン相手の前にこのコンボ決めるのっていうのが、実は最初のターンさっきやり忘れてましたけどね。まあ、やり忘れてもしのげちゃうのがちょっときついとこなんですけど、はい。ちなみに、ランゲがいるときにこれがコールされてるんで2枚ドローは健在です。これはちょっと無理だよ。はい、2ドローいたします。今手札4だぜ。そうですね。で、ミモスさんのファイナルフェーズ中ですが何かございますでしょうか。なんもないないですか。じゃあエンドフェーズまでいいですか、うん。ゴッドクロック3枚反刻してるので反刻させて手札のタイムルーラードラゴンを捨てることによって反刻いたします。ジエンドルーラーですね。でターン開始時、まあなんか適当にカード1枚をソウルに入れて反刻、反刻だったらソウルに入りましょう。で、ドローします。ドロー今更と、まあ、使わないと思うけどね。まあ使わないよな。使わないですね。チャージ&ドロー。はい、よし。ではですね、じゃあそろそろやりますか。ミモさんでいきますよ、うん。手札よりオーバーゴッドク、ゼロのをコールしたいんで、うん、コールじゃ設置したいんですけどよろしいでしょうか。どうぞ。よろしいですか。じゃあ、反刻、あ、じゃないな、これやるとタイミングで出るのが、まあ、一緒だね。本当はプレミなんですけどね、これね。どうぞ。いや、プレミだけどいいです、やります。俺はね、心が広いからね、全部許す。本当ですか。本当はね、実はね、はい、うん、実はですね、あの、まあ視聴者の方はね、多分ね、もう気づいてると思いますけども、本当はね、このオメガがいるとこれやっちゃいけないんですよ。なんでですか。あの、これをやるとですね、あの、これ乗るじゃないですか。乗りました。その後にオメガの効果が誘発しちゃって先に3枚めくってね、あの、何かするってことができちゃうんですね。そうすると相手にこれ対抗タイミングを与えちゃうので、これをやっては本当はいけないんですね、実は。なるほど。そうなんです。なので本当はこれプレミなんですけど、何かあります。ない。特にない。あ、まあ、この場合は助かりましたね。本当はだからこれをなんか潰してやんないとプレミになりますね。なるほど、はい。では、オーバーゴッドレイ効果使いますね、うん。手札のオーバーゴッドレイを捨てます、はい。そうすると、ミモさんの時が完全停止いたします、はい。では普通にアタックに入りますが、すごい、もう処理する人がいなくなっちゃったよ時が止まったからプレイヤーも向こう行っちゃいましたはい、じゃあ、まあ、まあ見ての通りなんですけどね、普通に行きますか。じゃあ、はい、なんか私一人で完全プレイしたことになりますけどまあまあいいや、まあそうなりますよね。まああとはね、ここで貫通3点で、貫通3点、はい。で、スタンドで、ここで1点で、ゴッドクロックで、これオーバーゴトレイで12点。ジャスト。ライブぴったりでしょ。うー、はい、でございます殺すぞ。まあ無理もないですけどね。とりあえずね、オーバーゴトレイはね、まああのね、だいぶミスも、ね、多かったですが、まあでもまあね、こんだけありますし、もうバディやめる、これもあるし、大丈夫でしょ。バディやめる、はい、面白くない、つまらん、お前らのカードゲームはつまらん、ブシロード聞こえるかこの野郎まあでもタイムドラゴンはしょうがないっすね。だからまあさっき の, あのアルティメットガルガだけがこうなる前に全部倒せるんですよ、一発でね、あの10点、そう、一発で耐えるから。俺リバースやるわ、うん。お、リバースが来た、増えたよ一人。このハンド見せてやるスタイルどうですか。どうなんですか。俺が昔からやってるスタイルね、それね。ハンドがどうこうってレベルじゃない。そうですね、量が多い。そうですね、もうね、むしろこう見せたことによって情報量が半端ないですけどね。うん、そうだね。うん、まあこれはこれで。うん、まあでも。私もですね、ね、なんかミラーだったらこんだけハンドあっても隙なく動かなきゃいけないんだろう。そうですね、まあ、今あのすんごい緩いあのプレーをしてたので、そう、まあ、だいぶ今振り返ってても相当プレミしてますよ。本当はいや、ありえないだろうっていうのがたくさんありましたけど、これがボスキャラなのか。ボスキャラですね、はい、完全に相手の時をターン中止めるっていう能力を持ってるんで、なるほど、はい、許したらアウトっていう、はい、はい、終わります。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたが罪を出た。
け。